はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。スーパーマリオ 3D ワールド、引き続きねワールドスターキノピオはやったので、タタテンテンのなんか星空六角ロード、六角がぐるぐる回ってますけど、六角形を渡っていくとそんな感じっぽいそのまんまやなみたいなところあるんですけど、星空六角ロードやっていきましょうか。お、強制スクロール、ちょっと待って、怖い。お、ブーメランくれる。おお、太っ腹ですね。当たってんってなんか何のためらいもなく彼らの魂を奪ったけど、いいのかな。なんか全部倒すといいことがあったりしない？それ何？おお、びっくりを叩くとスターが出てきて、そんだけ？いや、なんかそんな簡単にスターくれるのいいんですかみたいな感じはありますが、ちょっと真ん中行く、真ん中来て、ちょっと待ってよ、こっち渡っとく。溶岩がやばそう、それ触れたら一発やもんね。なのでちょっとここは間を縫うように歩いて、ここツルツルしたりする？そんなことはなさそう。ちょっと待って、そっち土管ある。これでもあんまりちょっと待って、ダブルチェリーある。あんまり早く入るとまあなんか先でね闇に葬られてしまうっていうところなんで、まあ気をつけてね。これは、あ、ブーメラン補充来た、やったぜ。親切だ。一応、あ、でももうなんかあれか、全部倒すはあれですね、もう満たせてないのでまあ無理して全部倒す必要はなさそうって信じてるんですけど、っていうか今まで全倒しでなんかもらえ、ちょっと待って、もらえた、あったで、ここでコインくれるけど、あれ、ちょっと待って、うおー、足場が急に湧いてきた。右がいいの、ちょっと待って、パックンやめてください。パックン強い、パックン強い。でちょっと距離があったかなと思ったんですけど、気づいたら2人とも近くに行ってるんですけど、待って、パックン、あそっちの足場出てくんのね。今の距離渡れるかなと思ったんですけど、全然ダメでしたねただなんか知らんけどグリッター2個くれてるんで、今のところなんか順調そうやったんですよ。なんでまあ落ち着いていけば、特に問題はないのかなといったところなんですけど、あれですね、丸太というかトゲトゲの間抜けていくのがちょっとね、狭いんで、ちょっとなんかあれ2周目はどいといてくれへんかなみたいなそんな感じはあるんですけど、まあここはちょっとあれから、あー、トゲに触れたけど、確かどっかでブーメランくれるんですよね。なのでまあ、あ、ちょっと待って、チビはやばくね。ただチビはトゲに当たりづらいからね。あ普通に溶岩踏んだ。せっかくあとちょっとで、ね、マルタゾーン抜けそうやったね。やっちゃいましたね。まあ、この辺はね、落ち着いて、残虐の限りを、尽くしますよと。でもね、コインめっちゃくれるから、結構あれなんですね。残機は、相変わらず、そんな減らなさそうみたいな、そんなところはありますが、当たんない！当たった！よし。で、とりあえず気づいたら投げとこう。そんなところはありますが、さあ、で、そう、左に行かないといけないから、こっち来て、あー、トゲ踏んだ。おとなしく真ん中を通っていればよかったのか。いや、でも微妙でしたよね、今。なんかね、そう、真ん中は真ん中で割となんか細いところ通ってるんで、どっちにしろみたいなところあるんですけど、そこにパイプが見えてる。そこのパイプまで、あ、そっか、パイプ通ってもあれか、コインもらえるだけやから、ちょっと待ってよ。こうちょっとやっぱツルツルする？そんなことない？ちょっと滑る。あ、ちょっと滑る。で、ここでブーメランが補充できるので、ブーメランいただいて、全倒しすると、グリッサー出てくる。まあ、いただけるものはいただいていきましょうか。いただけるとは言ってない。そう、あの黄色どっか行ったんだけど。あ、来た。倒すとグリッサーが出ます。とりあえずポイントに変わる。これはコインがいただけるだけか。まあ、でぼちぼち足が出てきて、確か右にパックンが出てくるので、コイン
があるがパックンが来るみたいな、そんな感じなんで、よし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 、ブーメランでやっちゃえばよしと。高さもね、一緒みたいなんで。で、そう、溶岩がね、待ち構えてるけど、なかなか、ちょっと、待ってれば来ますよ。よしよしよし、来た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 。これ絶対2人じゃないとなんか、あかんやつあるやろ。待って。パックンに囲まれるのやばい。ちょっと待って。あー、83にやられた。ぐえあぶな。あはいやー、今ツルツルでもう落ちまいとね、必死になってたんですけど、折り返した瞬間に溶岩に飲まれたね。あー、相棒がちょっとここツルツルやばい。せめて一人で生きて帰る。あは、そこにハンコがあんの。相棒はいらなかったが、あは、ハンコが今ブーメラン出しても多分間に合わなかったと思ってちょっと諦めてしまったね。あれー、ボックスがある。ちょっと待って、グリーンスターはあれか、パックン全倒しとかなのかな。そんな予感、それ聞いてない。なるほど、そういう感じでどんどん足場が出てきます。ほいな、これでてっぺんが取れますよと。パックン全倒しなんかな、なんかそんな気はする。パックンかハチさん、どっちかを全部倒すとグリーンスターもらえたよみたいな、多分そうやと思うんですけど。いや、ちょっとね、スクロールやからそんな余裕なかったわ。まあ、ひとまずね、1個2個取ったんで、このままどんどん、ブーメランもくれたしね、お土産くれたし、引き続きやっていきましょうか。さて、お次は探検、でっかい洞窟、やっていきましょう。でっかい、どっちが？マリオなのかステージなのか、多分ステージがでっかいのかな。あ、でっかい。確かにでっかい。ちょいでかい。ペコペコ、ちょっとでかっこいいのだったが、こういうところには何もなかった。ペコペコペコ。よーし、いいぞ。順当にふみふみして、待って。ペコペコペコ。で？ペコペコ。あ、ちょっと待って。倒しきれてなかった。ちょっと高い。それ高い。ふっ。よし、いけ。いいぞ。ただで、ちょっと待って、ワンナップある。ふっ。しかし彼らは別に倒す必要。うわ、でかい。なんだそれ。でかい。こっちもでかい。こっち気になる。壊しよかった。だから、とか壊した方がいいのかどうなのか全然わからんが、なんか上取った。で、これ下降りて、間に合うかこれ。そこがミスターある。よし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 、取ったぞ。ちっちゃいクリボーもいる。ちっちゃい、普通の、これちっちゃいやつ、ちっちゃいやつか、普通のやつわかんねえ。もうなんかサイズ感が全然わかんなくなっちゃったが、このまま飛んで、スイスイ、なんかある。何が通ってる。あー、ゲッソでかい、分からん。なんか大きさが全然、別にでかいって感じせんけどな。あー、ちょっと待って、そのトゲトゲやばそう。水流がないタイミングで通りましょう。はいはいはい。痛い、ちょっとやばい、チビになった。それはふわしちゃう。ちょっと待って、ここ何、やばい、待って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 、なんか上にある。お、これ壊せんじゃん。やっぱりそうか。行くぜ行くぜ。おら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 、じゃなかったか。それも壊せる。どこに何があるか全然わからん。上か、上なのか。ふっ、それ通られなくね。あ、でもこれこのままいけるんじゃない。よしよしよし、壊せてさえいれば
しっかり取れますよと、やったぜ順調、なんか2個目も取れちゃいましたね。しかもチビになってたのもあの大きいキノコのおかげでかなり大きくなってる。あれ、え、入ったらあかんかったこれもしかして。ないぞ。3つ目どこ。なんか普通によしよしみたいな感じで見逃したんかな、こういう上があるわけではなさそう。あーあー低いタイミングよくジャンプを押さないといけなかったか。うん、分からんね。今の普通に気づかんかったどこにあったんやろ、さっぱり。まあ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 、そういうね、しっかり隠されたコースもありますよと。で2個ゲットしてお次と。いやー順調ね今日。さあお次は霧の中のテレン。テレン、テレサ、テレサのなんか仲間なのかな。実はこいつテレンって言いますみたいな、そういうのがありそうやけど。こっちは何もなしか。ちょっと相変わらず後ろに何かあるかもしれないけど、そんなことはなかったね。ただ時間制限は結構ある。あーコインがちょっと出てきますよ。なんかピロピロって言ってる。コインがピロピロってしただけか。こういう雪積もってるお墓は何かあったりするの。このボールは何かに使え、何かに使え、あいつを倒すのに使えってことかな。おお、あ消えた。あでもこっちがやつのボディがまた新たな弾へと変わったかわいそうかわいそう。だんだんガンガンに変わって、あーちょっと待って、なるほど、鍵を探せと。はい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 、こういう風になんかまあ隠されてるので上がっていったりして、で1個目鍵取って、あとはここのキラキラ何、おスター、ちょっと待って、何に使うのこれ。こいつを倒すいいことがある。よし壊した、壊したけど、ちょっと待って、あれ、これもしかして今のスター使って全部消さなあかんかった、そういう感じか。やったか、うわー痛い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 。よし頭踏めば大丈夫。ちょっとチビになっちゃってる。あーなんか今タイマーが高い。ちょっと待って、雪だるま作ろう、バラバラにしよう。くらい、もうちょい、もうちょいやけど、こんな苦戦してる場合じゃねえんだよな。はい、よし。で、そこのキラキラ何だ。キノコくれる、これは親切。ただ、木の上にあって何かあったね。なんか降りてきた、なんだそれ、もちもち。おお、もちもち足場で上がれる。で、ここのタイマー取ります。このパウはだけか。左側なんかある。こっちまだそんな見れてないもんね。ちょっとカメラが引きになったが、特になんもないのか。じゃあね、ちょっと、あれ？やめて！あいつらがテレンなのかな、わかんないや。わかんないけど、これあれかな、別にこいつ倒さなくても。ここに来ればキノピオからなんかもらえるとか。痛い、ちょっと反動食らった。マジか。余計なことした。扉入ってみる、どんどん。こことここは繋がってる。ああこことここが繋がってる。これ何、これどこ。おー上来た。あのキノピオはあれか、シンプルにあいつ助けると
グリーンスターくれますよっていう感じっぽいね。まあね、それはどうしようもなかった。それは完全に知らなかった。これはさすがに戻ってなんかするとかできなさそうね。こっちなんかある？コインがちょいあるだけです。100秒伸びます。ちょっと待って、下りです。下ります。おーおー、でここからはこっち乗り移れば、よし、中間取ったぜ。中間取った。霧の奥は多分やられる。あー、沈んでいく。これでもコイン見えてるってことはいけんの？ダメっぽい。一応あ、いけんねや。はいはいはい。ただもう霧の中なので足場が見えませんよと。なので、まあ、なんか進むには自己責任でお願いしますみたいな、そんな感じっぽいね。でこっち来て乗り移った。あいつ分、あれ、なんか左右ある。こっち右、え、どういうこと？は？何それ、よくわかんない、よくわかんないが、あいつバラバラにして、あー、ハズレでした。ということは1個ハズレやったんか。うわー、さて、これ使うぞ、使うぞ。ピポピピピピン。で、チラッ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 タイム入って、ここ3つ目、3つ目、壊れる。ここダッシュ版、これシンプルにやばい。ほっ、入っちゃった。ブレーキ効かなかった。ゲー、ゴールだ。ハンコ見当たらんかったし、あー、芝が上がったり下がったりするけど、あいつどうしよう、あいつどうにかできんのこれ。あー、その間抜けていけ、届かんかった。ね、なんかシンプルにあかんかったんけど、あのキノピオちょっと気になんねんな。でも気になる。気になるが次のコースも気になっちゃう。次ラストなんだ。お、ちょっと待って、それ何、これは、はい、何、ひゅわーん、オッケーやったんや。え、何個要求されてた、わからへん。砲台の危険地帯。あー、一番やばいコースか、これが。よし、せっかくなんで新しいステージ、砲台の危険地帯行ってみましょうか。もう名前が危険地帯って言ってますもんね。よっぽど危険なんだろうなって感じはしますが、あー、出た、これ、あの全自動、全自動足場。名前は知らない、名前は知らない。待って、このボックスは、お、マジ、これ強いの、わからん。ふいってして、タメ打ちもできる。早くね、これ。待って、コインだけか。口で倒せば OK。 あそこ邪魔なんです。そこ何、あ、降りちゃった。あのハテナに大砲をぶつけるとどうなんの。なんか分からん、取れる未来が見えんかったんけど、何やったんやろ、足場になる的な。そんなことないよね、さすがに。待って、カロンが消える。左寄りにして、ここ何気に乗りにくい。よしよしよし、乗った。ラマカロンを撃ち落とせば、そう、ため攻撃できるんやった。ここ、あー、乗ってきた、やったー。やめて、カロン復活しないで、痛い。ちょっと待って、ついた。あー、危ない。おう、何回もくれる、2発くれる。どういうこと、ちょっと待って、これもう1回チャンスあるってことじゃん。
ロニロニロンして、ちょっとあれ打とう。ハンコ気になってしゃあない。あぶな、おお、なるほど。で乗って時間が来るとあの足場が戻っちゃうので、いい感じに、バイバイ。よし、ここ、ここ、あーちょっと待って、ピロリロンしたけどこっち取れる、オッケー。でコロンはこっち上がってこれないはずなんで、一旦回避して、でピロンってなって、これも大砲くれる。いや危険地帯やけど、割とその大砲がでかい。これ何、別に踏めるわけではないのか。ガンガン大砲補充させてくれるならば、とりあえず、まあ、なんか心置きなくどこかの方に行っていくか。で、上って書いてあるけど、こっちなんだ。トゲがいるだけか。何もなかった。上？嘘やろ。マジで言ってる。おー、一回踏めば連続で上がれるようにできてるのか。いいね。おー、グリーンスター、ここまでキープしてくると1個目のグリーンスターが取れますよ。ご褒美だぞ、受け取れよと、受け取れよと、そういうわけですね。で、ここ突破してコインもしっかりいただくと、でこっからは、あ、そのままかぶったまま入れんねん。ちょっと待って、水中来た。これもしかしてスクロール、スクロールしてる。ちょっとやばい、こういうの壊していくとなんかあるなさそう。ちょっと待って、これは特になんもない、ただのブロック。これちょっと待って、危ない、一旦耐える。おー、パワーで綺麗。ただなんか見落としてそう。そんなことない、そんなことない。こういうところ入っていいの？はい、入らない方がなんかいいものもらえたりしない？そんなことない、そんなことなかった。そうそう、あーでもあれか、あれはライトでただキラキラしてるだけなんで。あーとなると透明度感は通るとシンプルにショートカットできましたよね。恋がやめて、連鎖で爆発するね。なんもないね。あー、なんか壊せるとこあった？わからん、わからんけど、奥見たりとかもできへんから、まあこのまま入りましょうか。さあ次のゾーン、あ、中間取って、これ多分かぶれるやつでしょ。はい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 。残り 100？ ちょっと待って。それが気になる。え、届いた？でしょ。距離ダメなのか。はぁ。ためないと届かない。そういうこと？そういうことや。なるほど、そこにグリーンスターあるけど、どうしたい？あー、なるほど、切り替えて、そこ落ちちゃう。あー、ガシャンってなってくれへんか、さすがに。あー、なのでちょっとまあね、突っ込みすぎないように気をつけてると、そんな感じみたいですが、一旦ここ溜めて、ここ、あー、うまい。自画自賛スタイル。ここ。まあ、これは OK。で、そう、落ちないように気をつけないといけないんで、ここ。よし、切り返し OK。で、またそこ狙わないといけないんですよね。ここ。あー、ちょっと向きが変わっちゃう。むずい、それ。そこが絶妙に変わるタイミングでむずい。こんぐらいダメか。ここだ、よし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 。で進んでいって、ただグリーンさんは3つ目、2個目何やった、あったっけ、わからんわからん。それにもらえる全部、これなんかいいものではなかった。くっ、そこ空中でやるのでかい。ここは足場が多分出てくるパターンか。ほっ、うっ、ちょっと待って、よし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 、繋がった、いろいろ繋がった。
カロンさんさよなら。乗ってきた、やめて。カロンの目やばい。ちょっと下がりながら。よし、これはでかい。で、またあそこ止めとかないとダメなんですよね。ほっ、それダメです。そうか、溜めて斜め打ちじゃないとダメか。そうか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 。そのなんかね、まっすぐ打てばええやろと思うなよと。そういう感じがしますね。まあ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 、そう簡単にはできてへんぞと。そういう感じみたいな。ここはまっすぐ打てばいいんですよ。ここはまっすぐ打てば OK で、そこ別に切り替える必要はもうなくて、ブリッター取ってるからなので取らなくていいので、このまま進む。で、ため攻撃。ため攻撃を。あ、ちょっと。やばい。余計なのが乗ってきた。待って。あー、降りてしまった。そう、もう今そのカロンに夢中になってた。やったね。これは確かに、大砲の危険地帯っていう感じがしますが。さあ、ためて。この向き。ここ。よし、いいぞ。で、カロンがね、厄介なんでね、ちょっと前の方に向けて、どっか打っとくか。ほっ。よし。打ち落とそう、OK。で、打ち落としたら、ここはこの向きで OK。ただ次、斜めじゃないとダメなんですよ。あー、乗ってきた。厄介だな、これは。よし、一旦下がる。下がって、バイバイ。よし。カロン落としとけばひとまず安全なので、ここ。違います。やばい。当たんない。あー、挟まれた。くっ。ちょっと一旦やり過ごして。こんぐらい。よし。下り坂。うっ。いやー、ちょっと待って。それ罠やん。それ、そんな、それあれか。大砲で取ることができましたと。あー、タヌーキ使えや、みたいな感じで出てきましたが。でももうちょいっぽいんですよね。あ、ちょっとためんの忘れてた。ここ。待てよ。ここ。で、くるりんする。で、ここは別に打ち落とす必要はなくて、で、前に向かって、この辺。よし、オッケー。で、カロンもやった。ここ。よし。で、そこ乗ってくんの厄介やが、一旦下がって撃ち落とそう。オッケー。あとはこっから斜め。斜めショット。あ、いい感じ。あとはあれかな。大砲を通せばいいと。ではなかった。あ、これもうこの乗ってたらコインくれ、あれない。くれなかったんですけど、ねえ。もうくれなかったよ。まあ、ハンコも取ったしね。あー、なるほど。それを乗り継げば、一番上も取れましたよと。いや、でもなんか、グリーンスター2個目なんだっけ覚えてない。そう、どこか全然覚えてないが、なんか抜けてきて、で、気づけば全部ステージ、あ、ちょっと待って。なんかまた、ロケットが、ボーナスワールドがオープンしました。これ見よがしにロケットがあると。乗っていくか。あー。ボーナスワールド。ん？ここ。ワールドキノコの位置。こっちはまだ未開放。ね、こっちも行けんの？なんか行けそうで行けない。
分からんあ、めっちゃあるステージ、めっちゃあるステージっていうところではね、ありました。あ、ちょっと待って、ミステリーハウスもある。またね、次回も動画でお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。